ゲートまでが遠い。寒い日本に香港の格好で来た男普通に薄着で来てさねえ、香港だよね、あなたは。久しぶりにあの日本戻ってまいりました。まあ、今回はね、釣りじゃないですけど、まあ、ちょっと大阪楽しんでいこうと思います。ハイボールにしようかな。はい、はい、シラ2つと、シラ2つ、はい、あずきパン2つと、ありがとうございます。これは小腸柱、うん、ごめん、よくわかんないから食べますか。これはやっぱりこの島町から。これもうまっ、めっちゃうまい。これ丸揚げの丸ごと揚げニンニク、うん、なんだこのメニュー表のね、裏側に書いてある。で、ここまでやっちゃうよ、こっちのもんだ。まあ、ちょっと汚いかもしれないけど、こいつをちょっと鍋しようかな。うまっ、なんだよこれ、うますぎるな。すいません、ピリ辛のチャンジャオ。なんで東京行ってんの。どうすか、うまやばい。椎茸の匂いが。椎茸ってマジでうまいからな。半端ないよ、椎茸。熱そうだな、でも。いいね、鰹節の感じが。ありがとうございます。3秒ルール、3秒ルール、3秒ルール。ありがとうございました。またまたぜひぜひ。ありがとうございます。
から出てあっちだ。ビールがあちらのストックから入ってるんで、ストックからお取りください。ハイボールもいいな。とりあえずビールで一発目は。どうも。はい。と、うん、ネギの突き出しっていうのかな。はじめに大体なんかちょっと出てくるんだけど豪華だね。うん、なかなかなありがとうございました。香港から食べたくて。わあ嬉しい。サリバイ English。でも僕日本人ですけどね。もう最高最高です。写真いいですか。いいですか。大丈夫なんですか。あノープロブレム。に挟まれてる明太子味たこ焼き、これはオーソドックスな、まあ、たこ焼きですね。で、まあ、君がこのたこせんまだ食べたことないっていうから、まあ、頼んでみた。たこせん、これはこれで。地下鉄をご利用のお客様、遊びたいです。京都を出ますと次は山科に停まります。